ジでできるのかよ。ちょっと信じられないですね。できると本人が言っている。そうだな、リマリア。はい。ネブカドネザルが荒神を呼ぶ波動は記憶してありますので再現できます。荒神を誘導する装置なんてのもどこぞで研究されてはいるが、あの荒神の能力をそのまま再現するなんてただごとじゃねえぞ。事実だとしたら危険な能力ですね。一歩間違えば。それぐらいの力がなければどの道ネブカド君には勝てんさ。五道隊長がそこまで言うならやるしかないのでしょうけど。支部の安全確保を懸念しているのだろう。安心しろ。実験はできる限り支部から離れた場所でやる。それはもちろんです。しかし万が一対処しきれないほどの荒神を呼んでしまったら。俺が責任を持って対処しよう。そうだな、実験の場所はあそこにするか。あそことは？クベーラが住んでいたあの山さ。おいおい、遠いんじゃねえか。あそこにもし荒神が集まったとしてもクベーラよりはマシだろ。そう考えれば気も楽だ。うすうす気づいていましたけど、五道隊長って計算より勢いで動いている時がありますよね。全て計算で勝ちが確定するならそうするがね。残念ながら俺はラプラスの悪魔ではない。計算も計算を捨てることもどっちも必要だ。そんなところが人間の面白さだろう。計算を捨てる？その悪そうな顔は悪魔に負けちゃいねえな。ここでいいだろう。リマリア、始めるぞ。はい。カリーナ、荒神の観測はできているな。バッチリです。よし、やってくれ。波動出ます。どうだ？レーダーに荒神反応を多数。そちらへ向かっていきます。成功か。出力が満たせればこれは可能です。迎撃準備も。いつでもいいぞ。アビスファクターレディ。作戦エリアに到着しました。行動を開始してください。
の荒神反応全て消失しました。ネブカド君はこんな風に荒神を呼んでいたんだな。あの、一つ試したいことがあるのですが、提案してもよろしいですか？聞かせてくれ。先ほど再現した荒神を呼ぶ波動をネブカドネザルの波動にぶつけて打ち消すことが可能です。本当か？ネブカドネザルが波動に波動を当てて気配を消している手法を真似するだけです。精度が低めでも波動が広がる前に打ち消せば拡散を阻止できるため、タイミングがある程度合わせられれば成功します。もしかして大きな問題がいきなり解決しちゃった？はい、私がこの波動を感知してすぐ同じ波動を打てば他の荒神に届く前に消せます。自ら対策を提案できているのも大きな進歩だと言える。これならネブカドネザルを倒すための手札が揃いそうだ。ではこの能力は他言無用とする。俺とカリーナ、隊長補佐の3人だけの秘密だ。え、なぜですか？ネブカドネザルに知られないためだ。奴の知能は侮れないからな。クラエ支部長には情報を隠蔽する方針を話し、了解を得ている。各自、忘れないように。最近のリマリア、すごいですね。どんどん成長しているみたい。人間の子供も思考が備わってから急激に成長するそうです。育ち盛り。ネブカドネザルに勝たなくてはなりませんし。そうね、そのためには驚いてる場合じゃない。まだ今のままじゃ勝てないんだろう？はい、まだ対処できない能力があります。ところでネブカドネザルってあんまりでっかくないんだよな。どうしてそんなに強いんだ？それは荒神ですから、たくさん食べて育っているからでは。普通は食った分だけでかくなるんじゃないのかい？どうなんですかリマリア。特殊な個体であるという認識で良いのでは？特殊ね。そんなのがまたなんでヒマラヤにいるんだか。荒神ってわからないことだらけよね。